Podcasts. ぶらりえさし街角散歩、この時間はえさし町の提供でお送りいたします。第3の水曜日のこの時間はぶらりえさし街角散歩をお送りしています。このコーナーではえさしの旬の観光情報、イベント、グルメ、郷土芸能などえさしを丸ごと楽しめる情報を地元の方とお電話をつないでご紹介しています。さて、今日なんですけれども、いよいよ23日からはね、モルクの世界大会ということでモルク盛り上がっていますが、えさし町もですねモルクチームありましてね、盛り上がっているんだそうです。そんな様子についてモルクのチームランキネットの中川芽衣さんにお話を伺います。中川さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは、中川です。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。あら、お久しぶりです。お久しぶりなの？はい、中川さんはですね、我々 FM イルカのイベントとかにもご出演というか出場していただいていますし、あ、ありがとうございます。大会とかで結構顔を ね合わせる機会が、はい、あ、そうですか。じゃあわざわざもうエサ市からもういろんなところに転戦してらっしゃるんですね。そうですね。おー、すごい。へー、もともとですね、はい、ランキネットさんなんですけれども、はい、いつ頃どういうきっかけで誕生したんですか？ですね、去年の6月ぐらいに友人がモルクを買ったからちょっとやってみないかと言われて、はい、始めたのがきっかけなんですけど、それからちょっとモルクに沼ってしまいました。あ、そうだったんですね。はい、あ、気づいたらモルクやってる方だったんで。そうか私にとってはだから、うん、まさかそんなね、お友達きっかけで始まったなんてね、うん、知らなかった。そうなんですよ。で、今はランキネットさんはこれ中川さんが立ち上げたんですか？まあそうですね、そこで友人と始めたんですけど、お友達誘ってもうちょっとやってちょっと大会に出てみないかみたいな話になって、大会に出てみたらもっと沼ってしまいました。違うんですか、練習の時と大会っていうのは？いや、違いますね。やっぱり大人になってから何かに一生懸命になるとか大会に出るとかってことってなかなかないので、あ、なんか貴重な時間だなっていうのと、大人ながらにやっぱり戦いとなるとね、勝ちたいなっていう気持ちで必死に戦ってしまいます、やっぱり。へー、チーム名なんですけども、これどういう思いと言いますか、はい、込められてるんですか？団体名のランキネットっていうのと、はい、ちょっと大会に出る時のチーム名が異なるんですけど、はい、チーム名が、大会に出る際のチーム名がランキングというチームなんですけど、はい、こっちがもともとついた名前で、北海道の方言のランキっていう方言があるんですけど、その方言と王様のキングをかけてランキングというチーム名になりました。ランキネットはそのランキとその人とのつながりのネットワークっていう意味でランキネットっていう名前をつけました。へー、浜田さんもランキって使う？ランキね、自分の中だとあんまり正直ピンときてないんですけど、まあ、一生懸命とか夢中になる様、ね、とか夢中になる、一生懸命とかっていう方言ですね。中川さん世代でも使います？使います。あ、でもそっか、ランキになってやるみたいなことは言ってたかも。そうですね、なるほどね、ランキーな王様っていう意味でランキングっていう名前になりました。へー、あ、でもなんか親しみやすい名前ですね。ありがとうございます。
今はどれぐらいの人がどこでどれぐらいの頻度で練習してらっしゃるんですか？一応ランキングのメンバーは7人いるんですけど、はい、みんなちょっと職種がバラバラなものでなかなか全員で練習できるってことがないんですけど、一応月に4回程度町の人もぜひ一緒に参加してくださいという形で練習会を開いてます。へー、エサ市では結構広がってますか、モルックは？ちょっとずつですね。練習できるような、はい、まあ、会場というか場所というか、それはもういつも大体同じなんですか？大体一緒です。でも結構エサ市は練習できる場所が豊富にあるので、はい、公園だったり、野球のサブグラウンド使わせていただいたり、いろんなところで練習させてもらってます。羨ましいですね。函館はね、なんか練習する場所がたくさんないって聞くので、うん、そういう意味ではすごく恵まれてるなと思ってます。参加される方は年齢は様々ですか？様々ですね。子供からお年寄りの方まで、すごく多いわけじゃないんですけど、はい、練習お休みなく来てくださる方も数名いらっしゃいます。まさにモルックっていう感じの、ね、面々ですね。そうですね、はい。中川芽衣さんは元ファイターズガールでいらっしゃる、はい、ということなんですよね。結構昔になってしまうんですけど。いやでもだから見られるのはね慣れてらっしゃると思いますが、試合の時って、ね、はい、一人一人投げますけど、うん、そういう時ってこう見られてる緊張感みたいなのは全然感じない方なんですか？緊張はもちろんするんですけど、やっぱり緊張も楽しめる力はあるのかなと思います。やっぱり人に見られる方が力を発揮できたり、なんかそういうことを見られることを楽しめるのはそういう経験もあったからなのかなっていうところはあります。それってもともとそうだったわけじゃなくて、そのファイターズガールの経験があったからそうなったっていうことなんですかね？いや、どうなんでしょうね。性格とかももちろんあると思うんですけど、もともとやってた競技が体操だったので、基本的に個人で見られるっていう競技だったので、やっぱり見られることっていうのは昔から好きだったのかなというふうには思ってます。いや、もうかっこいい。もうね、もうすぐ私なんて萎縮する方なんですけど、もうどうしたらそういうふうになれるのか教えていただきたい。いや、でもいよいよあさって23日からということですけれども、ランキネットさん、ね、まあ、ランキングとしてですよね、はい、はい、そうです、出場されるということですよね、はいはい。どんな風に試合に臨みたいというふうに思ってらっしゃいますか？実はまだ世界大会メンバーで1回も練習したことないんですよ。個々のチームでは大会に出たり練習したりはしてるんですけど、はいはい、普段2人のチームで出てるので、世界大会は4人のチームなんですよ、はい、だから4人揃って練習したことがまだなくって、それもちょっと江差町お祭りがあったもので、あ、そうですよね。もうそれはみんなそうなんですよ。確かに、お祭りにちょっと今力を注いでいて、ちょっとモルックにそこをちょっと時間使えなかったので、このこれからこの後の時間と明日でちょっとそれぞれ調整できればいいかなと思ってるのと、まあみんなが合わさっていいチームになれればいいなと思ってます。本当そうですね。なんかでもすごいな、はい、短期集中でね、型でね、結果を出すっていう。なるほど、はい、やるしかないので、はい、でも楽しみですよね。どうですか？いや、すごい楽しみです。どんな感じなのかなってちょっと想像もつかないので、函館の方は結構会場行ってもうなんか準備してあったとか、いろんな声聞くんですけど、近くにいないのでちょっと想像がつかなくて、試合会場は、はい、どっちってもう分かってるんですか？うちは高専です。あ、高専の方ですか？そうなんですよ。それは24日の日に朝いらっしゃるんですか、それとも前乗りですか？全ての日日帰りです。そうですか。、はい、そうですね、ちょっとホテルとかもね取りづらかったりするし、そうですね、だって1時間半ぐらいあれば着くので、で4人で行けば、はい、確かにそうでもないかもしれないですね。そうですね。ちなみに試合は午前と午後どちらですか？午前です。午前。、
はい、早いですね。でも午前の試合の方がきっと慣れてると思うので、うん、あ、大体モルックの大会午前中から始まるので、いつもの感じでいけたらなと思ってます。ぜひランキング応援ね、皆さんお願いしたいと思います。ランキングさんです、はい、お願いします、はい、ランキングさん地元を中心にですけどモルックのイベントもやってらっしゃるんですよね。はい、はい、ちょこちょこやらせていただいてます。この後世界大会の後は何かもう決まってるものとかあったらぜひ教えてください。はい、今後は9月23日に、はい、アッサブ町のオートダムキャンプ場でモルックの大会、あとは10月5日に江差町の運動公園サブグランドでモルックの大会をちょっと大きめにここはやりたいなと思ってます。へー。で10月19日にホテルニューエサシでお酒を飲みながらモルックをして参加者同士交流できたらいいなっていうイベントでヨルックというイベントを予定してます。へー、ヨルックっていうのはこれまでもやってこられてるんですか？そうですね、次がヨルック3回目になります。もともとフィンランドではねお酒を楽しみながらモルックをしたりするの で、ね、まさに趣旨に合ったイベント。そうです、すごく人気のイベントです。わかる気がします。これだったらはい、モルックしたことがない人もそうですね、初めての方も一人でも参加できますよっていう形でやってるので、チームがいなくても参加できるので、でお酒を飲みながらなのでお話もいろんな方としやすいかなっていうイベントになってます。今ご紹介いただいたイベント参加したい方どうすればいいですか？参加したい方は、今後インスタグラム等でエントリーできる欄を載せます。エントリーフォームを載せさせていただきますので、基本的にはインスタグラム、ランキネットのインスタグラムからお申し込みいただく形になります。はい、じゃあそれもね近々ということですから楽しみにしたいと思います。では最後にですね、はい、ラジオを聞きの皆さんに中川さんから、はい、まあ、決意表明でもメッセージでもお願いいたします。モルぜひ23日からの世界大会に見に来ていただいて、モルックの魅力を一人でも多くの方に伝えられたらいいなと、感じてもらえたらいいなと思います。そして世界大会ではどういうところを目指しますか？まずは予選突破ですね。上位リーグに決勝トーナメントに上がることを目標に、まず一つずつ頑張っていきたいと思います。はい、私たちも函館ですので一緒に応援したいと思いますので、はい、頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます、うん、FM イルカさんと一緒に頑張りたいと思います、はい、頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は江差町のモルックチームランキネットランキングについてねお話を中川芽衣さんに伺いました。江差町角散歩、この時間は江差町の提供でお送りいたしました。See you in the next episode. FM イルカ